ヌビレット様、本当にこの剣を直接手掛けられるおつもりですか？ああ。それは一体なぜですか？理屈から言えば、こういったことは警察隊に任せればいいことなのでは？ヌビレット、セドナ、何話してるんだ？旅人さん、パイモンさん、どうかヌビレット様を説得してください。ヌビレット様は一人で事件の調査に当たられるおつもりなんです。先例がありません。最高審判官がまるで私立探偵のように事件の調査をするなんて。気遣い感謝する。だが今はまだそのような考えはない。おっと、すまない。場の雰囲気を和ませようとの言葉だったろうに、いささか真面目すぎる返答をしてしまったか。それで一体どんな事件なんだよ。ヌビレットが直々に調査するなんて、何かとんでもない大事件とかなのか？キアラというメリュジーヌに脅迫状が届いたのだ。なるほどな。それで？これ以上はまだ何もない。今ある情報はこれが全てだ。え？はあ、なぜヌビレット様がこれほどまでに執着なさるのか、私にもさっぱりです。先ほどスケジュール表を確認しましたが、確かに本日は裁判がありませんから。どうしてもとおっしゃるのであれば、私もこれ以上は何も申しません。理解してくれて感謝する。後ほど休暇届を書き、デスクに置いておく。それをフリーナに渡してくれ。彼女は公務に興味がないとはいえ、手続きに従って彼女には報告する義務があるからな。はい、かしこまりました。後ほど休暇届をフリーナ様にお渡ししておきますね。セドナも、お前が自分で調査をするのには慣れてないっぽいな。この事件に何か特別なところでもあるのかよ。まだわからない。だが、少々過去の出来事を思い出してな。私は、この裏に何か複雑な利益のもつれがあるのではないかと案じているのだ。必ずや、先んじてリスクを排除する必要がある。もったいぶらないで話せって。オイラたち、まだ何にも分かってないぞ。いや、何も隠そうとしているわけではない。ただ過去を思い返すのに、少々考えを整理する時間が必要なのだ。端的に話そう。400年以上前、私はここ、フォンテーヌの最高審判官となり、一連の制度改革を始めた。当時、私の周りには信頼できる者がそう多くなくてな。だがそれでも、能力と品格に優れた部下が二人いた。それが、メリュジーヌのカロレと、特巡隊の隊長、ボートラン。ヌービレットが褒めるほどだから、きっとすごい奴らだったんだろうな。いかにも。しかし残念なことに、私は二人を守ることができなかった。改革の最中、利益を損なった保守派が集い、カロレの立場を利用して政治的な騒ぎを起こしたのだ。私からより多くの権力を手放せるためにな。結果、カロレは自害し、ボートランは追放された。あの件以来、私はメルジーヌに関わる事件をより慎重に扱うようにしている。メルジーヌという種族はもともと世間から隔離された村に住んでいた。かつてカロレを含む一部のメルジーヌから彼女らをフォンテーヌ邸に連れて行ってほしいと頼まれてな。私はその願いに応えた。民衆からすればメルジーヌは私と特殊な関係にある。彼女らの一挙一動全てが私と関係しているように見えるのだろう。これを利用して攻めてくる者も多い。特に私に不満を抱く者はメルジーヌに関する衝突を故意に引き起こし、その矛先を私に向けようとする。人々の私に対する態度は気にしていないが、ひとたび陰謀の渦が形成されれば、無関係なものまで巻き込んでしまう。経験したことがあるからこそ、今回はそれを未然に防ぎたいのだ。だとしても、自分で調査
する必要はないんじゃないのか。フォンテーヌには警察隊とかマレシオセファントムとか、あと特巡隊もいるだろ。これだけいれば真相を調べるのだって簡単だよな。これは過去の経験をもとにした判断だが、私に悪意を抱く集団が存在するとき、その者たちが必ずしも同一の機関に属しているとは限らない。フォンテーヌの政治システムは複雑だ。その利益は様々な部門にまで及ぶゆえ、警察側も真相をすぐに突き止めるのが難しい。つまりよそ人である私が調査をした方がより多くのトラブルを回避できるというわけだ。よそ人？それは違うんじゃないか。ヌビレットはフォンテーヌの最高審判官だろ。全然よそのやつなんかじゃないと思うけど。ああ、そのような困惑が生まれるのも仕方ないだろう。だが自己意識と責務の間に必然的な関係はない。君たちは私の正体を知っていて、他の国でも私の同類にあったことがある。私は人の形態で誕生したが、人間とは本質的な違いがある。審判官という職位への誘いを受けたとは言っても、この社会に溶け込んだわけではない。事実この身分はかえって人々との交流を制限してしまっている。私はここで暮らしているが、ここに属してはいない。それが自身をよそ人と称する理由だ。だな。オイラたちもお前の言った組織とは無関係だし、一緒に調査してやろうか。三人で手を組んで闇に潜む悪い奴らを捕まえようぜ。ふむ、それも悪くない。私は自ら調査をすることが滅多にないゆえ、君たちのようなプロフェッショナルがいればより順調にことを運べるだろう。そう言われるとなんだか照れちゃうな。オイラたちに任せてくれ。今休暇届を書く。後で一緒に出発しよう。では行こう。まずは脅迫状を送られたメルジーヌのキアラに会い、詳細を把握する。ヌビレットは自分がフォンテーヌの社会に溶け込んでないって言ってたけど、本当にそうか？なんかあいつの物事に対する理解ってちょっとずれてるような。まあいいか、とにかく行こうぜ。はあ、いい天気。キアラ。あれ、ヌビレット様。それに君たち。あ、思い出した。旅人とパイモンだよね。知ってるよ。かわいいやつだな。こんにちは。会えて嬉しいぜ。褒めてくれてありがとう。私に何か用？君に脅迫状が届いたとセドナから聞いてな。脅迫状？ああ、うん、確かにそんなことがあったよ。朝ドアを開けたら隙間から落ちてきたの。私を捕まえるって書いてあったから、てっきりかくれんぼがしたいのかなって思ったんだけど、でもセドナお姉ちゃんが言うには、これは脅迫状でとっても危ないんだって。私はそんなことないと思うんだけど、だってみんな普段から私を気遣ってくれるし。ここ最近怪しいものを見かけなかったか？怪しいもの？怪しいものってどんな人？心当たりがあるのか？そんな人いないよ。では脅迫状はまだ持っているか？何が書いてあるか見せてほしい。ちょっと待ってね。あった。
を捕まえてやる。後悔してからじゃ遅いからな。ふむ、シンプルな脅迫状だ。筆跡からも内容からも相手の意図が見えてこない。その可能性は否めない。怪しいものに思い当たる節がないのであれば、私はパレメルモニアへ戻って事件の公文書を洗ってみよう。キアラ、君も一緒に来るといい。我々のそばにいた方が安全だ。うん。あ、そうだ、私まだ調べることが残ってた。この後エローフェお姉ちゃんのところで調査するって約束してたんだ。だが君は今目をつけられている。一人で行動するのは危険だ。そんな時こそオイラたちの出番だぜ。オイラたちがキアラに付き添って身の安全を守ってやる。そしたらキアラを傷つけられる奴なんていないぜ。ありがとう、旅人のお兄ちゃん。それにパイモンお姉ちゃん。あ、えへん、パイモンお姉ちゃんはすっごく強いからな。安心しろ。いいだろう、しばし別行動と行こう。キアラのことを頼む。うん、まずはキアラをエローフェのところまで送ってくるぜ。ヌビレット、また後でな。で、キアラはいくつなんだ。10、私にもわかんない。でも私をフォンテーヌ邸に連れてきたのがカロレお姉ちゃんとヌビレット様だったっていうのは覚えてるよ。だから結構昔のことだと思う。確かヌビレットがカロレについて話してたよな。ってことはそれってもう400年以上も前のことなのか。なんでオイラのことをお姉ちゃんって呼ぶんだよ。私記憶力が悪いから。自分の感覚で人のことを呼んでもいいってカロレお姉ちゃんに言われたんだ。タイモお姉ちゃんは私より大人っぽいからお姉ちゃん。そうだったのか。なあ旅人、何か聞こえないか。おかしいな、今誰かにつけられてたような。エローフェお姉ちゃん。キアラ、待ってましたよ。あら、あなた方は。旅人のお兄ちゃんに、パイモお姉ちゃんだよ。ええ、存じ上げています。どうしてここへ？何かトラブルにでも巻き込まれたんですの？オイラたちがいるから、トラブルって肌の方でもないぜ。約束通り。まずは店を調べるね。いい？え、お願いします。うん、危険なし、検査はクリア。どうやら先月のあの事件の犯人はここに来てないみたい。え、もう終わったのかよ。何を調べたんだ。ざっと全体を見ただけ。ヌビレット様が言ってたけど、私たちメリュジーヌは特別な目を見るんだって。例えば結婚とかね。どんな方法で洗い流しても一定の時間内なら私たちにはその跡が見えるの。不思議でしょ。さて、調査も終わったところで少し雑談に付き合っていただきたいのですけれど、来月新しい子供服を発売する予定なのですが、モデルになっていただけませんか。いいよ、何をすればいいの。ちょっと待ってくださいね、
サイズを測ってあげますから、きちんと体に合ったものでなくてはね。二人とも仲がいいんだな。あ、どこを見てるんだ。まさか、やっぱりオイラたちをつけてるやつがいるのか。し、こっそり見に行ってみようぜ。おかしいわね、まだ戻ってこないなんて。捕まえた。うわ、おい、シャルロット、なんでこんなとこにいるんだ。待てよ、まさかキアラに脅迫状を送ったのはお前なのか。そんなことするやつじゃないはずだけど。脅迫状？何それ。なんだか問い詰められてる感じね。言っとくけど、君たちの言う脅迫状とは無関係よ。私はただヌビレット様に取材がしたくてつけてただけ。ヌビレットに取材？そう、私に限らず記者ならみんなしたいと思ってるでしょうけど、ヌビレット様の取材は容易なことじゃないわ。パレメルモニアはめったに面会の予約を記者には取らせてくれないの。過激場にしたって、審判期間中は私が話に割り込む隙なんてない。でも今日は珍しくヌビレット様に街でお会いした上、君たちも何か調査してると来た。これはスクープをものにする絶好のチャンスよ。もちろん出来上がった原稿は必ずヌビレット様に審査してもらうつもりよ。私にも主義ってものがあるからね。当事者が嫌がってることを報道したりしないわ。そうだな、オイラたちは隠密調査をしてるところだから、あんまり目立つのはダメだ。そうだったのね。君たちがそう言うなら取材はひとまず諦めるわ。ふぅ、せっかくのチャンスだったのに。でもその代わり、脅迫状って何のことなのか教えてくれない？誰にも言わないから。わかった。うぅ、かわいいメリュジーヌちゃんに手を出そうなんて、それ本当？しー、声が大きいぞ。実は先月、キアラに関する特集を出したばかりなのよ。それもかなり反響が良かったわ。近々第2弾を出そうと思ってたところなのに、まさか彼女が誰かに狙われてるなんて。聞いてみるわ。安心して、君たちのことがバレないよう工夫しとくから。まあ、たとえ私が内密にしてあげても、これから多くの人がこれを知ることになるでしょうね。なんでそうなるんだ。ヌビレット様の一挙一動は常に注目を浴びてるの。彼の異常に気づく人も多いと思うわ。それにこの件はメルジーヌとも関係がある。とりあえず私は行くわね。君たち安全には気をつけて。うっかりシャルロットと長話しちゃったな。早くキアラのとこに戻ろうぜ。いかが？今のデザインが悪くなかったでしょ？すごくいいと思う。確かにとても綺麗だった。フロリンデ、どうしてお前が？しかも自然な感じで話に入ってるし。パレメルモニアを通りかかった時、ヌビレット様があなたたちと協力して調査を行っていると聞いた。ヌビレット様と私は雇用者と非雇用者の関係にある。こんな些細な調査で彼の手を煩わせるというのは少々慣れなくてな。ちょうど時間があったので見に来てみた。それに普段からよくこの店で服をオーダーするから話題は尽きないんだ。そうだったのか、頼りになるぜ。ここは私に任せるといい。あなたたちはヌビレット様と合流してくれ。おう、じゃあ
を守る役目はお前に任せるぜ。オイラたちはヌビレットを探しに行こう。キアラは無事か？オイラたちクロリンデに会ったんだ。キアラの護衛はあいつがやることになったぜ。なら安心だ。彼女の実力は信頼に値する。キアラの方はもう問題ないだろう。同感だぜ。ところでヌビレット、何か手がかりは見つかったか？今審判記録を読んでいたところだ。中にはキアラが提出した調査報告や、私がここ数十年で審判してきた重大事件が含まれている。二つの方面から準備がしたい。一つはキアラに脅迫状を送った者を見つけ、その背後にあるグループを根こそぎにすること。もう一つは重大事件における利益関係を分析し、私に不満を抱いている未知の組織を見つけ出すことだ。結構信頼できそうな方法だとは思うけど、こんなにたくさんの資料、お前一人で読み切れるのか？心配は不要だ。公文書を読むのは早い方でな。何百年も読んできたゆえ、それに関しては一日の長がある。そっか、どうせ暇だし、オイラたちも読むのを手伝うぜ。感謝する。私はまずデスクに積んであるものから目を通そう。君たちは部屋にあるものを自由に読むといい。と資料を読んでみたけど、役に立つ情報はなかったぞ。ここの公文書多すぎるぜ。お前一体どれだけの事件を処理してきたんだよ。その疑問に答えたいのは山々だが、私も正確に統計したことはない。記憶にある限り10万件は超えているはずだ。ここにある者たちは氷山の一角に過ぎない。そんなにあるなんて、最高審判官の仕事も楽じゃないんだな。外部の者から見ればそうかもしれないが、審判と公務の処理は私にとって一種の日常となっている。公文書は量が多い。疲れたのであれば少し休むといい。オイラもちょうどそうしようと思ってたところだぜ。うむ、では私も休憩しよう。休憩って言ってもなんか話した方が良くないか？みんな黙り込んだままなのはちょっと気まずいっていうか。ふむ、私の考えが足りていなかったか。パレメルモニアで仕事以外のことをする者は滅多にいなくてな。こうしよう。喉が渇いているだろう。飲み物を用意してくれ。やったぜ、ありがとな。ヌビレットは普段どんなものを飲むんだろうな。高級なワインとかか。なんかディルックの旦那みたいに、あいつも家にワイナリーを持ってそうなイメージだぜ。それって何の飲み物なんだ？まるで水みたいだぜ。すっごく気になるじゃん。察しがいいな。確かに水だ。なんで本当に水なんだよ。逆に何ものを飲んでるのかと思ったぜ。この水は確かに特別なものだ。高級と称しても過言ではない。君たちもフォンタという飲み物を飲んだことがあるだろう。実はフォンテーヌには飲料工場が数多くあり、中には浄水のみを売っているメーカーもある。それら飲料水はテイワット各地から届けられたものだ。例えば
モンドのシードル湖、リーウェの警察層、稲妻のコンダ村。これは最近発売された新商品で、スメールのアパーム総林から仕入れられている。口当たりを表せば、シードル湖の水は温かみ、警察層の水は叙情的、コンダ村の水は穏やかな感じがある。各地域の水には明確な違いがあってな。少し味わえばその中の深みを感じられるだろう。本当か？どれどれ？どうだ？全然わからないぞ。これってただの水じゃないのか？ふむ、それは残念だな。君のセンスにはまだ改善の余地があるようだ。センスがどうとかの問題じゃないだろう。普通のやつには絶対わからないぞ。逆になんでお前はわかるんだよ。あ、もしかしてお前が水流だからか。ここには他の人もいないし、この話をしてもいいよな。実はオイラずっと気になってたんだ。お前は水流なのに、なんで人間社会で最高審判官なんかやってるんだ。あ、そのなんとなく聞いただけだから、嫌だったら答えなくていいぞ。別に隠すことではない。ただ考えを整理しているだけだ。心にある疑問の答えを探すため、私はこれを理由にこの職位についている。疑問？何かわからないことがあるのか？簡単に言うと、私は自分がなぜこのような形態で生まれたのか、そしてこの長き命がどこへ行き着くのか、それすら分かっていない。生まれた瞬間から私は数多くの記憶を失っていた。例えば原始大会だが、それが私と関係しているということしか覚えておらず、その関係が何なのかもわからない。他の元素の竜王ならば何か知っているかもしれないが、彼らは各国に散っている。警察に訪問すれば予期せぬリスクを生む可能性があるだろう。確かに中には個性的なやつもいるしな。だから私はこれらの疑問を抱えて生活を送るしかなかったのだ。そうして長い時が過ぎた。その中で気づいたことがある。私は容易に人間の感情に共鳴できるのだと。たとえその感情の意味がわからなくてもな。だから私と人間には必ずや何かしらの共通性があると推測している。彼らを観察すればいつか自分の存在意義がわかる日が来るかもしれない。それで今まで何か進展はあったのか？いくつかあるかもしれないが、それを説明するのは難しくてな。私はよそ人であるゆえ、他者と深く交流する機会が滅多にないのだ。だから君たちには感謝している。このような雑談は私にとって貴重なもの。惜しむらくは時間に限りがあるということか。まだ公文書を読むのか。おいらもう頭がコラコラしてきたぞ。公文書にはもうほとんど目を通したが、これといった手がかりは見つからなかった。ただ先ほど水の話をした時、別のアプローチを思いついてな。水？あ、もしかして。いかにもルキナの泉はフォンテーヌの全ての水が交わる場所だ。そこには数多くの記憶と感情が沈殿している。もしメリュジーヌを利用して私を狙おうとする組織がいるのなら、その組織のメンバーは必ずや私に強烈な恨みを持っているはずだ。そ
うむ。それに今はちょうど夕刻。ルキナの泉にはあまり人がいないはずだ。急いで向かうとしよう。まあ、少ないようだ。それで何をすればいいんだ？旅人、泉の中から声は聞こえるか？私がルキナの泉の記憶を調べよう。君たちは安全な位置まで下がっていてくれ。安全な位置って、ヌビレット何をする気？うわ、光ったぞ。なんだこれ。私をここへ連れてきてくださりありがとうございます、ヌビレット様。フォンテーヌ邸は本当に賑やかですね。見たことのないものや聞いたこともないものがいっぱい。気持ちの高まりはわかるが、礼なら必要ない。君たちの願いに応えたのは確かだ。しかしそれは知りあってのこと。メルジーヌの特殊な資格はマレショーセ・ファントムにとても適しており、今後のフォンテーヌの捜査機関にとって重要な力になり得る。わかっています。ですが皆さんの役に立てることが私もとても嬉しいんです。ヌビレット様へ恩返しができるだけでなく、生活も満ち足りたような気がして。充足とは危険を伴うものだ。最も安全な選択は村にいることですが、私はそれでも外へ行ってみたいのです。実は私は自分がなぜ生まれてきたのか、自分に何ができるのか分からずにいました。村でおよそ20年ほど暮らしましたが、答えは見つかりませんでした。だから私たちは村を離れて存在意義を見つけようと考えたのです。私も自分という存在について疑問を持っている。それゆえここへ答えを探しに来た。本当ですか？ではどうすればヌビレット様のようにここに溶け込めるのでしょう？実は今日も数多くの人々が村に帰れと言いながら私たちに石を投げてきました。特に頭にぶつかると本当に痛くて、泣かないように必死に我慢したんです。一般的に考えて、異なる種族が共に暮らそうとする場合、時間と努力が必要不可欠になる。これはとても険しい道のりだ。異なる身分、異なる考え方、そのどれもが大きな隔たりを生む。それを取り除くのは決して容易ではない。私も君たちと同様、この社会には溶け込めていないゆえ、教えられるほどの経験は持ち合わせていない。たとえ高い地位に座していても、あくまでよそ人に過ぎないのだ。そうだったのですね。では共に頑張りましょう、ヌビレット様。いつか必ず私たちの存在意義を
見つけられるはずです。ああ、君ならできると信じている。だが今は目先の困難にも目を向けなくてはならない。何か困ったことがあれば、特巡隊の隊長ボートランに連絡するといい。え、それって私が今日パレメルモニアで会った方ですか？そうだが、何か問題でも？あの牧年人さん、話しかけても無視するんですよ。もう公務に私情を挟まないって感じで。彼は誠実なものだ。今後は協力する機会も増えるだろう。好意にするといい。マスカ？必要ない、ありがとう。もないと警察隊を呼ぶわよ。落ち着いてください。決して悪気は。どうかしら。あんたの言う通りだ。化け物からは離れた方がいい。こいつらが来てから変な事件がますます増えてる。こんな出所不明な種族信用できないわ。こんな奴らをフォンテーヌ邸に住まわせるなんて、ヌービレットは何を考えてるの？それだけじゃないぞ。あの最高審判官はこいつらに官職を授けて、そればかりか事件の調査までさせているって言うじゃないか。きっと俺たちには想像もできないような利益が関わってるんだろう。さっさと失せな。わざとらしくここでパフォーマンスするんじゃないよ。嫌です。ヌービレット様の悪口は許しません。私たちはマレショーセファントムに加わってから数多くの事件を解決してきました。悪いことはしてません。事件の解決？そりゃヌビレットはあんたらとグルなんだから、手柄なんていくらでも偽造できるだろうさ。近頃起きてる数多くの事件や騒ぎ、その全てがあんたらメルジーヌと完全に無関係だって保証できる？私は。口下手ならば宣伝はするなと前にそう言ったはずだが。ボートラン？君たち根も葉もないことは言わない方がいい。これ以上マレショーセファントムのメンバーを侮辱するなら、特巡隊は君たちを連行して取り調べをする。近頃は陰で何らかの動きがあるためか事件が少なくない。皆の心配する気持ちはわかるが、メルジーヌ一族がそれに関係しているという証拠はまだないのだ。ちっ、特巡隊の隊長がメルジーヌの肩を持つなんてね。どうやらヌビレットがいじくった法案組織はもう完全に腐りきってるらしい。全く違う種族と性格。はい、聞こえていました。どうして人々は私たちを信じてくれないのでしょう。私には分かりません。一部では君たちが災いから誕生し、生まれつき危険があると噂されている。君たちに関するネガティブな噂は数えきれないほどある。フォンテーヌ人が君たちを受け入れることは不可能だろう。早く諦めることだ。ヌビレット様がおっしゃっていました。私たちには時間と努力が必要だって。私にもどれだけの時間が必要なのかは分かりません。ですができるだけのことはしてみるつもりです。だからもう少し頑張ってみます。助けてくれてありがとうございました。では私はこれで。昨晩チラシをたくさん書いたので皆さんに配らないと。俺にもくれ。まさか募集するつもりですか？一緒に配れば早いだろう。
さっさと終わらせて帰るといい。これは何ですか？平和勲章。君とボートランに贈られるものだ。この5年間、君たちのたゆまぬ努力により、小さな一歩ではあるが、メルジーヌは人間から信頼を得られた。俺は遠慮しておく。そんなこと言わないでください。これも一緒に頑張ってきた結果なんですから。メルジーヌと人間が仲良く暮らす日はもう目の前です。考えただけで嬉しいですね。いや、俺たちが得たのはほんの少しの進展に過ぎない。君の想像する光景が来る日はまだまだ遠いだろう。なんだから、こんな時に気がそがれるようなこと言わないでよ。ボートランの言うことにも一理ある。現在人間が持つメルジーヌへの信頼はとても脆いものだ。いつ二人ともしばらく身の安全に気をつけてくれ。はっ。はい、わかりました。平和勲章？本当に平和になったら俺たちはどうなるってんだ。本当にやるの？武力に関しちゃ束になったってヌビレットの相手にはならない。万が一。大丈夫さ。奴が最高審判官である以上、直々に俺たちと対面することはない。政治には政治のルールがあって、奴もそれを守らなきゃならない。さもなきゃフォンテーヌの社会と敵対することになるんだからな。ビクビクしないで一丁でかいのをかましてやろう。殺人事件はすでに用意してある。メルジーヌに濡れ衣を着せればメルジーヌをフォンテーヌ邸に連れてきた奴だって責任逃れできないだろう。やるしかないか。ああ、これも全部奴が請求に組織を改変しようとするからよ。私たちの権力がますます減ってきてる。やつに。メリュジーヌなんて信用できない。ヌビレットもだよ。共存なんて土台無理だったんだ。ここから出ていけ。二度と来るな。調査結果が出ました、ボートラン隊長。いえ。直接的な証拠はありませんが、確信によって利益を損なった旧勢力が裏で主導していると推測します。彼らはカロルさんを騙して事件現場へと連れて行き、彼女に容疑を背負わせました。その後ヌビレット様に過ちを認めさせ、権力を失わせるためにパニックを引き起こしたのです。民衆の怒りは静まらず、警察隊が足止めを食らってしまったために迅速な介入ができませんでした。カロレさんは自らの命を犠牲に事態を収めることを選んだようです。あいつ、俺を僕年人などと言っておきながら、こんな事件少し調べればはっきりさせられる。真相を民に伝えればよかっただろう。なぜこんな方法で無実を証明しようとした？当時感情的になった多くの民が警察隊と衝突し、危険な状況にありました。おそらくカロレさんはそうする他にいい方法がないと判断したのでしょう。ああ、あいつはそういうやつだ。ボートラン隊長、調査結果を直ちにヌビレット様に届けますか？いや、全ての情報を遮断するよう警察隊に通知しろ。情報の遮断？まさか。
ずっとあいつには言ってなかったが、俺にはイロリアという幼くして死んだ妹がいた。イロリアはカロレとよく似ていた。ナイーブで優しく、この世の悪を知らない。そのようなものは欺瞞や裏切りに対抗する能力を持たないんだ。他人に利用されやすい存在だということに気づいた。だからこそわざとしかめ面で説教をして手を引くよう仕向けたんだが、どうやら失敗に終わってしまったようですね。ああ、それどころか俺の方が彼女に影響されて、その儚い夢に向かって頑張るようになっていた。もっと早く気づくべきだったんだ。ヌビレット様や俺に手を出す勇気のない奴らはいずれカロレに目をつける。俺の気持ちがわかるか。今俺の頭の中にあることはただ一つ、血は血で贖ってもらう、それだけだ。お気持ちはわかります。ですがヌビレット様はきっとそのやり方に賛成しないでしょう。だから情報を遮断するんだ。容疑者のリストを俺に渡せ。その後のことは君たちとは関係ない。生まれる罪は俺一人が背負う。今日は超特大事件だぜ。犯人は特巡隊隊長ボートラン。聞けばリンチで友達の仇を取ったとか。カロレに濡れ衣を着せた奴らを。どうしたんだ、押し黙っちまって。なんとしてもボートランを助けないと。助ける、なんでだ。声が大きい。まだわからないのか。ボートランとカロレはヌビレットのお気に入りの部下なんだぞ。カロレがあんなことになった今、ヌビレットはボートランまで失いたくないはずだ。旧勢力が根こそぎにされた今、ヌビレットの地位は固い。俺たちで世論を何とかすればヌビレットはボートランを助けられるだろう。その暁には俺たちにも利益が。ボートランさんは正当な理由のもと友のために仇を討った。これは正義だ。みんボートランさんと同じ考えを持つんじゃないか。そうだそうだ、賛成だ。事の始まりは卑劣な奴らがカロレを陥れたことによるもの。その仇を討ったボートランさんに罪などあるはずがない。ヌビレット様、ボートランさんは無罪だ。無罪、無罪。静粛に。その見解は認めよう、ボートラン。君の復讐には正義があった。君の選択は理解できるものだ。だからこそこれから行う審判についてグレイと心痛を感じずにはいられない。残念ながら個人の正義が法律の正義と等しいとは限らない。復讐のため君は職権を乱用し死刑を下した。そのゆえに私は君を有罪とする。なんだって。そんな、ヌビレット様、もう少しお考えください。ボートランさんは今までにも数えきれないほどの手柄を立ててきたじゃないですか。ボートラン、何か言うことは。ヌビレット、一体何が気に食わない。お前から受けた命令は全てこなした。ここにいる全員が俺を無罪だと主張している。なぜ見逃してくれない。これがお前の考える公平だとでも言うのか。答えろ、ヌビレット。
静止君、これ以上の弁解がないのであれば、被告人ボートランへの告発、その最終決定を由式に委ねよう。由司裁定カーディナルが下した審判結果により、被告人ボートランを有罪とする。さようならヌビレット様。ことの始まりはカロレの甘い考えだったんだ。異なる種族が平和に暮らすなど土台不可能だったんじゃないのか。おい、ぼーっとするなって。どうしたんだ、具合でも悪いのか。なんとか水原子力を抑えようとしたのだが、それでもルキナの泉に沈殿している感情を沸騰させてしまった。これらの溢れ出した感情と記憶はきっと君にも影響を与えてしまっただろう。私の不手際だ。大事ないだ。さすが水元素の竜王、やっぱ特別なんだな。確か前に旅人がルキナの泉に来た時は声しか聞こえなかったよな。感情の沸騰なんてのは起こらなかったけど。君の言うように、おそらくは私が特別だからかもしれない。ルキナの泉に限らず、私にはフォンテーヌにある全ての水に含まれる感情を感知できる。川、湖、さらには雨水まで。そんなにすごいのか。だが、それを行うことは滅多にない。水の中の感情は常に雑然としている。よそ人として無関係な記憶で脳内を満たされるのは、いささか良い体験とは言えないからな。というと。問題ない。あの記憶を自ら述べるつもりはないが、何も隠すべきことでもないからな。偶然とはいえ、このような形で君がそれを見たのは良いことなのかもしれない。今の君になら理解できるはずだ。どうして私が今回も組織ぐるみの暗躍があると推測したのか。この二つの事件は似すぎている。ゆえに、この感じ、オイラだけ話についていけてないぞ。仲間外れにするなって。オイラも話に入れてくれ。なら本題に戻ろう。先ほどルキナの泉を調べる途中、妙なことに気づいた。ルキナの泉にある感情から私に対する憎しみがあまり見つからなかったのだ。なぜかはわからない。どうやら水面下に潜む組織を直接特定することはできないようだ。その代わり、キアラに対する憎しみを見つけた。ことの始まりはある密輸事件。それについて。それってオイラたちが読んだあの公文書のことじゃないか。ほう、君たちも読んでいたのか。大方あの件が掘ったんだろう。あれ、なんであんたたちがここに。ちょうど今パレメルモニアに探しに行こうと思ってたんだけど。ナビア、また会ったな。オイラたちに何か用か。ちょっと噂を聞いてね。ああ、もちろん。わざと聞き回ったわけじゃないから。メルジーヌに手を出そうとしてるやつがいて、あんたたちその調査をしてるらしいじゃない。だからスピナディロースらに気にかけておくよう頼んだの。ここ最近サンドル川に見慣れない顔が増えててね。もしかしたらあんたたちの探してる人が身を潜めてるかもしれないでしょ。感謝する。だが、誰からこのことを聞いた。そりゃ最高審判官と異国の旅人が一緒に外を歩いてたら、
こっそり動こうとしても大勢の目に留まるに決まってるでしょ。あんたたちキアラに会ったみたいだけど、それを誰にも言わないようあの子に頼んでないんじゃない？興味がある人がそれを目にしたら何があったのか聞きに行くのは当然でしょ。つまり脅迫状のことだってすぐに広まるってわけ。シャルロットが言ってたのってこういうことだったのか。無論私もこの件をずっと隠し通せるとは思っていなかった。しかし情報の広まり方が予想よりもはるかに早い。もしかしたらヌビレットさんは自分が思ってるよりみんなに注目されてるんじゃない？ところで何か進展はあったの？メルジーヌに脅迫状を送ったものは密輸事件と関係しているはずだ。だが裏で指示している者がいるかどうかはまだ定かではない。私たちはパレメルモニアへ戻り、その事件の詳細を調べるつもりだ。まずは脅迫状を送った者を探し出す。そっか、私もうちのメンバーを集めて何か進展はなかったか確かめてみるよ。じゃあ私からの知らせを待っててね。ミレたちが調査してることが広まったら何かトラブルが起きたりしないよな。それについて私も考えたが平気だろう。情報が広まれば向こうも正面からメルジーヌに手を出すことはできなくなるはずだ。そして何より重要なのは民衆がこの件をどのように見ているかになる。400年以上前のあの事件では彼らは旧勢力を信じメルジーヌと対立した。今回は同じ結末をたどらないことを祈る。さあパレメルモニアへ戻ろう。遅い時間なのに、なんでまだこんなに人がいるんだ？あ、もしかして何かあったのかな？ちょっと様子を見に行こうぜ。おい、みんな聞いたか？メルジーヌに手を出そうとしてる奴がいるらしいぞ。かなり信憑性のある情報で、あの最高審判官様まで直々に調査してるって。マジかよ、そんなこと俺が許さねえ。メルジーヌを脅してるやつ出てこい。敵は水面下に潜んでる。簡単には姿を現さないだろうな。だがそれでも俺たち全員の目から逃れることはできん。ああ、その通り。俺もちょうど同じこと考えてた。警察隊はもう動き始めてる。俺たちも手をこまねいてるだけじゃなく何かしないと。メルジーヌが普段どれだけ俺たちのことを助けてくれた。メルジーヌが危険にさらされてる今、俺たちがそれを無視するわけにはいかない。よし、しばらく周りを警戒しとこう。怪しい奴を見かけたらすぐに警察隊に報告だ。どうしてずっとついてくるの？何かあったのかしら？ええ、ある情報で。何でもない。私たちも仕事が終わって今家に帰るところよ。そうなの？ご苦労様。ご飯はもう食べたかしら？今日はスイーツ店に新商品が並んでいるみたいよ。一緒に買いに行かない？いえ、今はあまり歩き回らない方がいいわ。君もお腹が減ってるでしょ？そうね。じゃあ一緒にケーキでも買いに行く？いい、夜ご飯はきちんと食べるのよ。特に残業前は少しくらい何か口にしないと。ヌビレット様もこの件に目を光らせてるらしいぞ。手柄を立てれば昇進と昇給のチャンスかもな。おいおい、それじゃあまるでヌビレット様が見てないとやらないって言ってるみたいじゃないか。冗談さ。
もう何年も手を取り合ってきたんだ。彼女たちに何かあったら、俺だって一生悔やむことになる。そうでなくちゃな。犯人が捕まるまで、ここで見張りをしよう。メルジーヌを危険な目に遭わそうとしてる奴め、出てこい。聞いたか、特巡隊の奴らも来てるらしいぞ。し、あれ見ろ、ヌビレット様じゃないか。今こっちを見たぞ。ひひ、どうやら心配はいらないみたいだな。ああ、本当によかった。ヌビレット、向こうに行ってみんなと話してくるか。このままにしておこう。私が行けば不必要な騒ぎを起こしてしまうかもしれない。予定通り戻って真相を調査しよう。警察隊とマレショーセファントムの共同捜査により密輸事件を解決。これだ。具体的な関係者リストを確認しよう。確かここにあった。なんて書いてあるんだ。事件の主犯ドメニコ、イニカ、ユーナを逮捕。審判のもとメロピデ要塞へ応送。密輸事件に参加せずとも主犯と密接な関係にあり、利益を得ていた者は罪を課さずに指導を行うこととなった。中でも A さんは態度が良く、予定よりも早くに観察が終了。他の者は重要観察リストに残したままとする。名前が多いな。キアラに脅迫状を送ったやつはこの中の誰かってことか。ああ、より正確に言うとこの A さんというものが怪しい。彼は密輸事件の主犯と関係があり、かつ比較的自由に行動できる立場にある。ヌビレット様、先ほどスピナディ・ロースラーのメンバーと名乗る者がいらっしゃいましたとは見つけた。カフェで待ってるとのことです。え、オイラたち今容疑者の名前が分かったばっかなのに。ナビアはどうやって見つけたんだろう。私にも分からない。カフェはここからそう遠くない。行ってみよう。ナビア、来たぞ。あれ、こんなに人が。お前たち、ナビアの仲間か。彼らは最近マレショーセファントムの世話になった者たちよ。普段はサンドル川に身を隠してるの。ここに招待するよう手配したんだ。招待？そ、ここのコーヒーが美味しいって聞いたから一緒に来ないかって誘ったの。そうなんだよ。いやー、スピナディ・ロースらから招待されるなんて嬉しいな。ずっとこうして集まりたかったんだ。もうなんかぎこちないな。まあいいか。本題に入ろうぜ。Aさんはいるか？ああ、俺だ。君がAさんか。どうも、ヌビレット様。あの脅迫状は、君がキアラに送ったのか？それは…うん。はい。ですが、私も人に依頼されて。人に依頼されて？ドメニコです。以前まで私の兄貴分で、彼に頼まれたら断れなくて。ドメニコ？そいつ、今はどこに？メロピデ要塞だ。あの場所は、私たちスピナディロースらじゃお邪魔できないんだよね。どうやら、あんたたちに直接行ってもらうしかないみたい。私にできるのはここまでかな。十分だ。
協力に感謝する。こんなの気にしなくていいから。それより今はドメニコを見つけるのを優先して。もし本当に彼が何か陰謀を企ててたら、早めに手を打った方がいいでしょ。そうだな。今すぐメロピデ要塞に行こうぜ。ようこそメロピデ要塞へ。邪魔するぜ。また来てやったぞ。まさか公爵が直々に出迎えてくれるなんて、オイラたちも顔が利くようになったな。別に初めてでもないだろ。あんたら二人、それに最高審判官が直々に来るんだ。さて、挨拶はここまで。本題に入ろう。そのドメニコという人物には少し覚えがある。そいつは昔、囚人たちを束ねて騒ぎを起こそうとしたことがあった。起こそうとしただ。つまり未遂に終わってる。そいつがメルジーヌを狙ってるのか。あまり大したやつには見えなかったかな。あんたらが直々に調査するってことは、何か裏でも？オイラたちと同じこと聞いたぞ。過去に似たようなことが起きたので少々心配なのだ。一度ドメニコに会い話がしたい。それくらいお安い御用だ。確か彼がいる場所は。さっきメルジーヌって聞こえたけど、何かあったの？看護師長。それでオイラたちはその調査をしてるんだ。そいつを脅迫したやつがメロピデ要塞にいるらしくってな。そんな、キアラは大丈夫なの？心配は不要だ。クロリンデが彼女を守っている。よかった。でも黒幕はまだ捕まってないのよね。公爵、なんとかできない？看護師長、それは俺に解決するのを手伝えって意味か？リオセスリ殿。わかってるさ。ドメニコをここに連れてくる。要求はそれだけでいいんだろ。これは、お願いと言ってもいいだろう。こたびは個人名義での訪問であり、囚人を正式に審理するわけではない。心配は無用だ。一つ、君に仮ということに。公爵の立場だったら、見返りをがっつり求めてるだろうな。俺が今も囚人だったら、原型を望んでただろうな。まあ、ヌビレットさんは断るだろうが。さて、冗談はここまでにして、ドメニコを連れてこよう。適当にくつろいでてくれ。看護師長がずっとあんたらのことを気にかけててな。話したいことも多いはずだ。さあ、ゆっくりしてちょうだい。ヌビレットさん、旅人、それにパイモンちゃん、何か飲みたいものはある？オイラは大丈夫だぞ。ありがとな、看護師長。喉が渇くのは、体が警告を出してるってことなのよ。だから、そうなる前に、ちゃんと水分補給しないと。後でたくさんお話しすることになるだろうから、お茶を入れてくるね。看護師長は相変わらず、みんなの健康を気遣ってるんだな。お、お前たち、ずっとだんまりしてるけど、どうしたんだよ。ふむ、君も気づいたか。彼らの胸にあったバッジ、少し見覚えがある。見覚え？オイラは全く気づかなかったけど。でも二人がそう言うなら、ちょっと話を聞きに行ってみるか。ああ、
私はここで君たちが戻るのを待とう。何か？ああ、これ？なんだ、俺たち助け合いの会に興味あるのか？助け合いの会ってなんだ？助け合いの会は長い歴史を持つ組織だ。その歴史を遡ると最も古いもので400年以上も前になる。どの代も人数は少なく、これといった影響力もないが、メンバーは皆友好的だ。この会のモットーは、互いに助け合い、できる限り公平の維持に尽力すること。おお、なんだかいい組織みたいだな。最初はみんな自分を守るために入る組織なんだ。俺たちは重い罪を犯したわけじゃないし、強い力も持ってない。だからこうして結束するんだ。そうすることで辛い目に遭わなくて済む。お前たち、助け合いの会に興味はないか？ほら、このパンフレットをやろう。少し見てみるといい。助け合いの会のスローガンは何度も変わってきたが、その中核となる思想は創設以来変わっていない。もし助け合いの会に入りたくなったら、ここに来て申し込むといい。なんだか君たちどっかで見たような。ああ、これは助け合いの会のシンボルなの。初代会長がデザインしたものでね。聞くところによると、平和勲章ってものを参考にしたらしいわ。まあ実物は見たことないけど。初代会長はすごいお方でね、とても強かったんだけど、決して他人をいじめることはなかったそうなの。むしろ弱い囚人たちを束ねて互いに助け合うようにさせたらしいわ。私たちはみんな彼を尊敬してるんだ。結構話も聞けたし、そろそろヌビレットのところに戻ろうぜ。何か分かったか？あのバッジをつけてる人たち、みんな助け合いの会っていうのに入ってたぜ。そのバッジは平和勲章ってもんを参考にデザインしたらしいぞ。ヌビレット、何か知らないか？過去に平和勲章を2つ作り、カロレとボートランに授けたことがある。カロレが持っていた方は燃えてしまったため、残っているのはボートランのだけだろう。あ、つまり助け合いの会の創設者は。ヌビレットさん、公爵が執務室へ来るようにってドメニコを見つけたらしいよ。なかった。まずは彼に会ってメルジーヌのことについて聞こう。さて、あんたらに紹介しよう。こいつがドメニコだ。何か言うことは？ヌビレット、どうしてあんたがここに？何をする気だ？口封じか？落ち着け。ただいくつか質問がしたいだけだ。メルジーヌに脅迫状を送ったのは君の計画か？すでにエサンが自白している。この件についてこれ以上隠す必要はない。あの野郎、あんなに信用してやったのに。今一度問おう。メルジーヌに脅迫状を送ったのは君の計画か？はい。背後には誰がいる？なんだって。あんたら何か事件を俺に押し付けようって気じゃないだろうな。自分の立場をわきまえた方がいい。最高審判官が自らあんたの事件を調査してるんだ。以前あんたがメロピデ要塞で騒ぎを起こそうとしたこと、それ確かに少し衝動的だったのは認める。本当のことを話してもいいが、その前に俺の身の安全を保証してくれ。
ああ、保証しよう。安心するといいさ。こっちは話の通じる奴らばかりだからな。最初はちょっとした商売だったんだ。俺にブーツの運搬を頼んできた奴がいて、大金を支払う約束をしてくれた。けど何回か運んだ後、マレショーセファントムに捕まった。ブーツの内容が違法なものだってことで、俺は捕まって審判を受ける羽目に。納得いかなかった。だってほら、知らぬ者に罪はなしって言うだろ。だから俺はブーツを横領するためにわざと俺をここに追放した奴がいると踏んだのさ。まさか、そんな理由でメリュジーヌに復讐しようとしたのか。当初のターゲットはヌビレットだった。メロピデ要塞にいる囚人もみんなヌビレットがさばいたんだからな。きっと囚人たちも不満を抱いてる。一緒に手を組んで騒ぎを起こせばと考えたんだ。だがなぜか、特にあの助け合いの会なんかは小物ばかりのくせに俺に歯向かってきやがって。あれこれ考えた末にメリュジーヌに目をつけることにした。当時あのキアラってやつが俺のブツを差し押さえて調べたのを思い出してな。話のわかる看守に家に手紙を送るよう頼んだんだ。もちろんその手紙は A さんに宛てたもので、内容もキアラに脅迫状を出すよう指示したもんだ。キアラ、それらのことは全て君の考えか。その間怪しい者が接触してきたことはない。では君に運搬を依頼した者は全員捕まっているか。ああ、俺が知ってるのはこれで全部だ。看護師長、ドメニコを監視のところに連れて行ってくれ。処置は後ほど行おう。つまるところ、ヌビレットさんが案じていたのは、メルジーヌを利用して、より大きな波風を立てようとしてる勢力がいないか。いかにも。これに似たようなことを経験したのでな。その可能性を考慮する必要がある。似たようなことっていうのは、だいたいどれくらい前のことだ。400年以上前だ。それは、さすがに考えすぎだ。時間はあらゆるものを変える。今はもう、すべてが変わってるはずさ。どういう意味だ？400年以上前、あんたも、あんたが連れてきたメルジーヌも、フォンテーヌの人間社会にとっては異類の存在だった。しかし今となっちゃ、メルジーヌを脅す者がいれば、人々はそれを見過ごさない。彼らはもう、昔とは違う選択を取る。確かに、オイラたちがパレメルモニアに戻ろうとした時、いろんな人がメルジーヌを守ろうとしてたよな。ヌビレットさん、メルジーヌはあんたが直々にフォンテーヌまで連れてきた種族だ。人々が見せる彼女らへの歓迎したものでもある。昔、民衆がメルジーヌを信用していなかったのは事実だ。だがその本質的な部分は、よそから来たあんたという最高審判官を、ま、500年近くの時が流れ、あんたはあらゆる審判を公正にやり遂げてきた。法廷上でどんな騒ぎが起ころうとも、正しい裁決を下してな。今の人々は、あんたに対して何の疑念も抱いていない。それどころか、そして、今やあんたが行う決定は、このフォンテーヌ全体に影響を与えるものとなった。つまり、あんたは知らず知らずのうち、この国を変えていたのさ。なるほどな。
道理でドメニコの話に乗ろうとした奴がいなかったのか。それは私にとって過分な賞賛だ。私からすればただ職務を全うしていたに過ぎない。褒める価値も特別な点もない。私は単に過去の約束を果たし、審判によって答えを探している、ただそれだけだ。決してそのように尊敬されるべきではない。人間の感情と意志は私よりもはるかに複雑だ。正直私の方こそ君たちを尊敬すべきだと思っている。そんな謙虚になることはない。現状が全てを物語ってるんだからな。あんたはもうあの頃のようなよそ者じゃない。今のあんたはたとえ一人で調査しようとしても、あんたに関わる多くの者が率先して手を貸してくれるだろう。一理ある。少なくともその点は否めそうにない。説明に感謝する。この件はつつがなく解決した。そろそろ失礼しよう。え、もう行くのかよ。そう急いで帰らなくてもいいんじゃないか。お茶でも飲んで行ったらいい。必要はない。規則は心得ている。ここには心から贖罪をする者もいれば、私に恨みを持つ者もいる。私がここにいる時間は短ければ短いほどいい。なら規則の違反は俺がやるしかないな。まだ二つ話すことがある。聞こう。一つはドメニコのために手紙を送った看守についてだ。ああ、承知した。確かに看守はパレメルモリアから配属された人員ではある。だが先ほども言ったように、こたびは使用できている。処理は君に任せよう。そいつはよかった。なーに、そう大げさに考えないでくれ。上の人間は同情の念を抱きやすい。だがそういうのはここじゃ非常にリスクがある。その看守にはいろいろと注意事項を念押ししておくつもりさ。問題ない。よし、一つは解決したな。それでもう一つは何だ？もう一つは個人的な好奇心によるもんだ。さっき助け合いの会について調べてたんだって。おう、あいつらのバッジに見覚えがあるってヌビレットが言ってたな。俺はメロピデ要塞を引き継いだ時からそのグループの存在に気づいてた。彼らは人数こそ少ないが、常にできる限りの正義を貫いてる。昔彼らの創設者、当時審判を下されここに投獄されたボートランについて調べたことがあってな。現存する記録によると、その者は服役中ずっと従順で、亡くなるまで攻撃的な行動や発言をすることはなかったそうだ。つまり彼のここでの態度は法廷に立っていた時とは大きく異なるということ。何？審判の時、私は彼の複雑な感情に気づいていた。彼は憎しみに満ちていたし、私を憎む理由もあった。俺の予想だが、一種の演技だったんだろうな。演技？ヌビレットさんとボートランはかつてとても親しい。きっとボートランも最高審判官が私情を挟む判決はしないことを分かっていたのだろう。彼が憎しみの感情を表せば表すほど、審判に出席した者はあんたの公正な判決を直に感じ取り、それを認めることになる。当時まだあんたを見定めていた民からしたら、
その意味は計り知れなかったはずだ。俺の話したかった二つはこれでおしまいだ。他に話をしたい奴は、今のうちに言うといい。特に言うことはない。感謝の言葉以外はな。さて、戻るとしよう。見送りは不要だ。ああ、またな。私はずっとカロレとボートランのことを嘆いてきた。ボートランが法廷で放った言葉がしばし頭の中で響き渡るのだ。何かせねばと、そう私に思わせる。でも公爵の話じゃ、そいつはお前を恨んでなかったみたいだぞ。それっていいことじゃないか。リオススリ殿の考えは大方理解した。だがあの言葉が私の心をかき乱す。どう言葉にすればいいかわからないが、驚き、喜び、恐怖、罪悪感、数々の感情が混ざり合ってようやく何かを少し理解できそうだ。君たちの考えも聞いてみたい。君たちの目には私はどのように映っている。この言ったことが正しいと思うぞ。最高審判官としてお前の審判はどれもフォンテーヌに影響を与えるものだし、旅人、お前はどう思う？おい、どうしたんだ？何か考え事か？その、これだけ多くの審判、逆にヌビレットにも影響を与えてきたんじゃない？一理あるな。前にも言ったが、私は感情を表現するのが得意ではない。それは自分自身でさえ完全に理解していないからだ。だが君の判断を信じよう。いつからか私の身には変化が起きていた。これらの変化はある具体的な事件によるものではなく、時間そのものによるものかもしれない。この問題について真剣に向き合ってみよう。君たちには礼を言わねばな。あれ、雨だ。まずい、傘を持ってないぞ。土砂降りにならないうちに早く行こうぜ。また雨か。今年でもう何回目だ。旅行の計画が水の泡だ。今朝の新聞見た？あなた、洗濯物を一緒に入れてくれる？いつになったらやるんだ。水流、水流、泣かないで。奴らは魔獣を活性化させるつもりだ。このことを審判官様に報告せねば。メロピデ要塞、俺にとってはいい場所だ。くれてない。ヌビレットさんはフォンテーヌの構成のシンボルと言っても過言ではありません。注意しておけ、奴は厄介だ。全く違う種族と生活するなんてできるわけないでしょう。
メルジーヌを脅してるやつ出てこい。人の社会で君は嬉しいことも悲しいことも目にするだろう。いつか君が多くの過去を受け入れた時、この国の歴史を代表して全てを審判する資格を得る。おはようございます、ヌビレット様。雨季ももうじき終わりで、そろそろ晴れるそうですよ。晴天が心を晴れやかにすることを祈ります。君たちを巻き込んでしまいすまなかった。謝る必要はありません。そうそう、巻き込んだっていうか、私たちが勝手に首を突っ込んだだけだし。そうだ、クロリンデ、キアラは大丈夫か？ああ、今はパレメルモニアにいる。先ほど50人をも超える人が彼女を守ると意気込んでいた。中にただあれほど大勢の者が関わってくると逆に彼女を困らせないかと心配になってな。だからとりあえずパレメルモニアにいてもらうことにした。あそこなら安全だろう。はあ、ならよかったぜ。どうやら一件落着したってところかしら。お祝いとしてヌビレット様に独占取材をしてもいいかな？そんなお祝いの仕方なんてないぞ。考えてもいい。本当？もちろん。だがまだスケジュールが詰まっている。取材は来月にしよう。それまで質問をまとめておくといい。私の答えられる範囲で答えよう。では先に失礼する。私はこれからパレメルモニアに戻って指示を出し、こたびの調査結果を公表するつもりだ。そうすれば人々も憂いがなくなるだろう。ティアラ。様、ごめんなさい、うっかり寝ちゃってた。気にするな。脅迫状を送った者は突き止めた。もう安全だ。ありがとう、ヌビレット様。それから旅人のお兄ちゃんも、パイモンお姉ちゃんもありがとう。私全然大丈夫だよ。みんな私に優しくしてくれるし。脅迫状を送ったのはドメニコというものだ。この名に聞き覚えは？よくわかんない。私記憶力が良くないからいつも忘れっぽくて。そんなことよりカロレオ姉ちゃんの夢を見たよ。おかしいな、カロレオ姉ちゃんどこに行ったんだろう。もうだいぶ会ってない気がするけど。うわ、でも夢で会えたから嬉しい。カロレオ姉ちゃんね、私の手を握って、キアラ、私たちの夢が叶いましたって言ってた。カロレオ姉ちゃんの夢が何なのか思い出せないけど、なんだかとても嬉しいんだ。君の喜びは私も感じられる。これは確かに
喜ばしいことだ。ヌビレット様も嬉しいの？よかった。あ、そうだ、私もう外に出ていいんだよね。モデルになってあげるってエローフェお姉ちゃんと約束したんだ。もちろんいいとも。安心して行ってくるといい。じゃあ行くね。またね、ヌビレット様、旅人のお兄ちゃん、パイモお姉ちゃん。ああ、また。